ボリューム12決勝戦行くぜ、最後最終回、yeah!このね、今回100チームというエントリーの中からここまで敵をなぎ払ってきましたね、はい、決勝戦なんでね、はい、ちょっと1チームずつコメントを代表して1人からちょっといただきたいんですが、ではまずこっちの前衛からはどっちがしますか。男子1個目は大丈夫だぞ、大丈夫だぞ。いやー、まさか僕がしゃべると思わなかったなのいやー、まあ、そうそう、分かってますよ。僕はいい思いしてここまで来ましたでも、よく考えてほしいんだけど、僕みたいなやつでも決勝まで、ね、来れるっていうことが僕考えたらすごい嬉しいですね。で、やっぱね、このプレミアホールに2回目なんですよ、アトマッカーの1回目の優勝は今、来てるチーム級の、ここの思春期の人が優勝してるんで、絶対このゴーヤーズで優勝したいなと思ってて、まあ、ここまで来ちゃうんで、最後、僕らが主人公になります。僕たちはもう1年前優勝させてもらって、それから本当にずっと練習してきました。もうルーティーンをこんなに叩かれても練習してきました。僕らは本当にこう明け方に向けてものすごく強い気持ちで練習をして、今バトルに出てます。だから優勝します。ラストも回してくれる音先案内人は DJ サイダーさあ、DJ サイダー、準備はよろしいでしょうか。 OK です。それでは皆さん、今日一度声出して盛り上がろうじゃないですか。Stop!
それでは行きましょう。富田さん、アキバッカーのボリューム12、優勝チームは、最高！